ダイワフィールドテスター田中隆です。インパルト LBD シリーズ登場です。コンセプトはフラッグシップに負けない高性能最高レベルのインパルトです。アイテムは4アイテム 2500H、2500SH、3000SH、競技、なんといっても最大の特徴はバイターボ搭載、軽い力で操作できブレーキレスポンスも飛躍的に向上します。ブレーキレスポンスがいいと魚をね、根の手前で止めることができるので根ずれをしないし、切れないですよね。安心してやり取りができる、そして軽い力で止められるということは1日使っていても疲れないから、集中力が切れずにロッド操作をね軽快に最後まですることができます。このインパルトのローターはフラッグシップと同じザイオンエアローターです。軽いローターなので慣性力が抑えられ抜群の逆転フリーを体感できます。バイターボとザイオンエアローターの組み合わせ、さらにはねワンウェイオシレーションも加わり出す止めるというね LB の機能としては最高レベルに達しています。スプールはロングキャスト ABS で、ラインのトラブルを減らしつつ仕掛けもよく飛びます。深瀬はね糸を送っていく釣りなのでこういったね糸の出のいいスプールっていうのは非常に効果的です。デザインですけど競技の方はね赤基調で、スポーティーです。で2500、3000番はゴールド基調でなんかパワフルですよね。おっとっと、ブレーキはしっかり効いてるからドラグもねちょうどいいところで効果を発揮してくれる。やり取りしててもね全然ね今までのそのインパルトと感触が違う、新しいねこうやり取りというか次のね段階のやり取りっていうのが皆さん楽しめると思いますんで、ぜひねこのインパルト使ってグレを釣りまくってください。